どうもアストロ&バードフォトグラファーエニフです。今日もですね、あのぶっちゃけこういうカメラが欲しい、その方言のね、第2弾ということで、APS-C 以下 の、 あのどちらかというとセンサーサイズが小さいカメラ、まあ、そちらでね、あのこういうものがあるといいなっていうね、ことを話していきたいと思います。まあ、そんな感じで、今日もですね、よろしくお願いします。でまずですね、あの自分が、やっていることをねちょっと振り返ってみたいんですけど、まあ、その APS-C 以下のカメラで、自分がね撮ってる被写体を考えると、まずはですね、あの成形写真で、使うことが多いですね。静雲静断の写真もね撮らないことはないんですけど、やっぱりあの品質を求めていくと、まあ、そちらについてはですね、まあ、あのフルサイズとか、まあ、そういう形になってきますね。で他には、野鳥写真、まあ、これはねあのレンズとかを考えると、そのコスパを考えるとね、あのこのクラスがあの非常にいいので、まあ、特にあの総合的に考えると APS-C というところが、まあ、非常にねあのいいかなと思ってまして、まあ、好んで使っているところがあります。あとはね、動画撮影では今あのルミックスの GX8 にパナライカの 12mmF1.4 を、取り付けて収録しているんですけど、まあ、YouTube 用のね、動画収録などでも使っています。さらにはですね、時々なんですけど、まあ、これ本当に時々息抜き程度なんですけど、まあ、スナップ的な撮影とかね、まあ、あの天体とか野鳥以外、まあ、そういったね、被写体も撮ることがあります。でまあ、そんな感じでね、改めて並べてみると、まあ、本当にいろんなことやってるなと思うんですけど、ちょっとねあのなんでかなと考えてみたんですけど、やっぱりねある程度そのカメラのサイズが小さくて、まあ、軽いというところがあります。だからあの持ち出すのにですね非常に、気楽に持ち出すことができて、まあ、いろんなね、シーンで使えるんですよね。まあ、だからね実際使用期間が長いのはこの APS-C 以下のカメラの方がまあ長いです。でねただ本当にいろんなね、状況で使ってますから、いろんな方向性のね、カメラが欲しくなってきますね。まああのいくつかに、分けて考えると、まずはですねより低画素なモデル、こういったものがね、今ぶっちゃけ欲しくなってます。まあ、具体的に言えばですねAPS-C とかマイクロフォーサーズで、まあ、1000万画素ぐらいの高感度モデルですよ。なんでね、そういうカメラが欲しいかというと、一つはですねあの動画です。夜間のですね車載動画で、まあ、今 GoPro Hero 7 Black 使ってはいるんですけど、まあほとんど映らないからね、もうほんとトンネル内に入った時とか、まあ、そういうところでしか、使えなくなってしまうので、まあ、ちょっとねあこういった夜間の動画撮影するにはあの高感度モデルがねやっぱり必要かなと思ってるんですよね。それであのボディ内手ブレ補正もですね車載だと欲しくなってくるところです。まあ、車だからねある程度振動もそちらの方で吸収してくれるように見えて、実はね細かい微振動とかが残ったりするので、まあ、ボディ内手ブレ補正はあってほしいかなと思うところですね。でもう一つはですねあの成形写真ですよ。やっぱりねあの天体の方で、最近ですね、まあ、せっかく借りてるレンズだからパナライカの 12mmF1.4 を使って、撮ることが多いんですけど、まあ、確かにねこのレンズ非常に写りがいいです。F1.4 の開放からねもうほんと四隅までですね、成形写真では十分なレベルでね写ってくれるんですけど、残念ながらねあのカメラの方のノイズが多いんですよね。まあ、使ってるのが、GX8 という、まあ、モデルなんですけど、まあ、なんていうかな写りはいいのに非常にねこのカメラのノイズが多くてちょっとね、残念なところがあります。まあ、最終的なあの写りに関してはその滑らかさに関してはですね前使っていた NEX5R と SIGMA ね 16mmF1.4 の方がいいかもしれないって思うぐらいですよ。あの確かにね星一つ一つを見るとこのパナライカのねヘッドレンズ素晴らしいんですけど、天の川の部分の滑らかさとか ねそういう部分ですよ。だからねあのマイクロフォーサーズの、高感度モデルがあるともっと活かせるのになってね最近ちょっと感じるんですよね。まああのすでに GH5S っていうね、モデルは出ているんですけど、ただあれ非常にお高いじゃないですか。
まあ、その上機能がね多機能すぎて正直自分には使い切れないです。まあ、もともとですねコンセプトとしてもプロの映像制作者向けかな、まあ、そういったね機能が非常に多くてちょっと自分にはですねオーバースペックすぎるんですよね。だから現実的にはね、このクラスでは昨年の今頃ね噂にはなっていた GH5S の廉価版とかね、あると嬉しいなと思ってます。まあ、ボディはですね例えば GX ボディですね、名前としてはね GX8S とか、まあ、そういうものがあるといいかなと思ってるんですけど残念ながらねちょっとその噂は消えちゃってますね。はい、あとは APS-C でもね今ソニーってちょっと似たようなモデルが結構並んでるじゃないですか。だからその α6000 シリーズにも1000万画素くらいのですね高感度特化型モデルとかがあると、まあ、僕としてはね、欲しくなってくるような、まあ、そういうカメラにね、となると思います。まあ、もちろんねその他のメーカーについても同じなんですけど、まあ、そういったね、高感度特化型のちょっとねセンサーサイズの小さいやつ、まあ、それがね、今望んでる、ものの一つですね。でその一方で、僕はですね、このクラスでは野鳥撮影の方もしますので、まあ、そちらではですねやっぱり、少なくとも2000万画素オーバーは欲しくなりますね。どうしてもクロップとかを考えるとまあ2000切れるとですねちょっと不安なところがあります。まあ、もちろんねレンズとの兼ね合いもありますよ。もともとそのレンズの解像力がその画素数の方に追っついてないとね、結局、改造しないんで、まあそこら辺の兼ね合いはあるんですけど、ただまああれだね精神的に2000万画素ぐらいは欲しくなってくるのがまあ野鳥撮影ですね。まあ、それにやっぱりですね動きのある被写体ですから、ボディ内手ブレ補正っていうのは、まあ、欲しいかなと思います。で、まあ、一つのね完成形を考えると、ニコン D500 にボディ内手ブレ補正があったらですねもうそれ完成形なんじゃないかなと思いますね。まあ、もしかしたらその D6 が出てくる頃には D510 も登場するかもしれないと言われていますけど、まあ、だからボディ内手ブレ補正とあとは動画の方の強化ですね、まあ、N ログとか、まあ、そこら辺をですね、強化すればもう後継機としてはですね、十分なんじゃないかなと思ったりします。まあ、その他ですね今具体的な噂が出てる機種の中でも EOS90D とか、まあ、ソニー α6700 APS-C 版 α9 あるいは富士フィルムの XH2 とか、まあ、非常にですね興味深いものが多いです。ただまあどれもですねおそらく20万円ぐらいの非常にね、高い機種になってくるでしょうから、うん、なかなかね欲しいとは思うけど買うかどうかっていうとちょっとね難しいかもしれません。そこでなんですけどもっとねセンサーサイズの小さい方ですよ。でマイクロフォーサーズよりもさらに小さい1インチとかで本気のカメラって出てこないかなってね未だに思うことがあります。で実際ですねフィールドとかに行って他の撮影者の方とかとねお話しさせていただくと、まあ、そういった本気の1インチってねまあ状況的に厳しいかもしれないけど見てみたいよねっていう声がね時々あるんですよね。レンズ交換式の1インチですよ。だからちょっと前にですね RX100M7 って出たじゃないですか。まあ、それの、まあ、レンズ交換できるねバージョンとかあるとね野鳥撮影にとっては嬉しいなと思うことがあります。でこの前ですねニコワン V3 と新しい34ですよ、ニコンのですね小型軽量の34があるじゃないですか。それをねちょっと触らせていただいたんですけど持った瞬間ねあこれいいなってね思ったんですよね。で構えてみるとめちゃくちゃ軽くてあこれね歩きながらね撮影するには非常にいい組み合わせなんじゃないかなって思って、まあ、こういったね方向性の1インチカメラってね未だにね、欲しいって思うことがあります。でニコワンもね、僕検討することがあるんですけど、まあ、いくつかねやっぱり足かせというものがありまして、うん、まずはねボディ内手ブレ補正ですね。あれねせめてね生産終了する前に、V4 まで出して、まあ、そちらの方には、ボディ内手ブレ補正ね、搭載してくれるとよかったなって思うんですけど、まあ、今やねそれはもう叶わないと思います。
あとはね、レンズの方もなんですけど、まあ、そもそもね、純正レンズが非常に少ないじゃないですか。やっぱり望遠の単焦点で 400mmF5.6 とか、まあ、そういうものがあるとですね、換算 1000mm オーバーになりますから、まあ、いいのになとね、と思うことが、未だにね、あるんですよね。であとはね、アダプター、うん、電子接点付きでEF マウントへのアダプターとかがね、あるといいなと思うことがありますね。確かね、電子接点なしのバージョンはあるんですけど、EF っていろんなところへ行けるじゃないですか。マイクロフォーサーズ APS-C の各種ミラーレス、まあ、それに最近は Z マウントとかも行けるんだったっけ、うん、なんかとにかくですね、なんか解析がしやすいのか、その通信方式がね、マイコンでその標準のものらしくって、非常にですね、やりやすいらしいんですよ。だからニコワン EF とかもね、できるんじゃないかなとは思うんですけどね。でそういうのがあると、まあ、こういうね、キャノンの Q34 とか 400mmF5.6 と組み合わせて、でこちらね、まあ、手ブレ補正ありませんから、その1インチのカメラボディの本体の方に手ブレ補正があればですね、もう手持ちで野鳥撮影するのに、まあ、非常にね、適したものになるじゃないですか。でしかもサイズもね、そんなに大きくないから、まあ、歩きながらね、撮るにはいいかなと思ってて、まあ、もちろんね、1インチだから使える状況はね、限られると思いますよ。ちゃんとね、日光とかが当たってないと、解像力っていうのはね、出ないかもしれないですけど、でもやっぱりね、その気楽さっていう部分は非常にいいんですよ。改めてね、こう生産終了してしまった今、人間っていうのはね、なくなると欲しくなるもので、手を出してみたいなと思うんですけど、ただやっぱりね、なんていうかな、あと一歩ね、ここまではやって欲しかったっていう部分があります。まあ、ニコンはですね、もう1日作らないでしょうから、まあ、他のメーカーでどっかやってくれないかなとは思うんですけど、ただセンサーサイズの小さい方はね、なかなか難しいからね、ちょっとね、望みは薄いんですけど、ただこれに関してはね、僕だけじゃなくて他の撮影者の中にも望む声っていうか、ユーザーとしてはこういうのが欲しいんだけどっていうのが、まあ、ちらほら聞くことがありますね。はい。まあ、そんな感じで、僕が、この APS-C 以下のセンサーサイズに望むね、ものをざっとまとめると、まあ、一つはね、一つの方向性としては低画素モデル、まあ、低画素で、まあ、ある程度コンパクトなね、夜の動画撮影とかで、使えるようなモデルです。でもう一方は、野鳥撮影で使うようなものなんですけど、まあ、APS-C とかマイクロフォーサーズもね、いいんですけど、よりセンサーサイズの小さい1インチでも何かね、もう一機種ぐらいあるといいのになってね、今ぶっちゃけ感じているところがありますね。まあ、ということで、2回にわたってですね、ぶっちゃけこういうカメラが欲しいなっていうことを話してみたんですけど、まあ、どうかな、僕はね、結構特殊な撮影をしていますので、もしかしたらですね、皆さんとはちょっとね、食い違いっていうのもあったかもしれません。ただまあね、自分としては話したいことをこの2回にわたって、話してたので、まあ、なんていうかな、すっきりしたかなという感じですね。はい。まあ、そんな感じで、どうもね、ここまでもしね、お付き合いいただいた方いらっしゃいましたら、本当ね、ありがとうございました。はい。まあ、またですね、自分がこう撮るものとか、撮っていくシーンに合わせて、まあ、考え方っていうのもね、ちょっとずつ変わってくると思いますので、どこかでね、やっていこうかなと思ってます。それではですね、今回はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。